めでとうございます。今年も始まりました、恒例月のサンキューチャレンジということで、本年もよろしくお願いいたします。本日は貴公な戸塚店様で撮影させていただきたいと思います。この番組はですね、パチンコパチスロのとあるミッションにチャレンジしてポイントを稼いでいくと、でポイント3ポイント貯まればオリジナルグッズを作って皆様にプレゼントしちゃおうという企画でございますね。お手伝いしていただいていつも頑張ろうと思うんですけども、新年一発目誰が来るかな、すごく楽しみにしております。この方です、どうぞ。はじめましてマイミーです。皆様どうも。いや、もう今日動画初めてでめちゃくちゃ緊張してるんですけど、よろしくお願いしますっていう設定みたいです。はい、すいません、また来ちゃいました。はい、おなじみのまゆみでございます。もう昨日ぶりすぎて本当だよね。しょっちゅう会ってるから。いや本当にたまにはちょっと手変えていこうかなと思ったんだけど。いやそうだよね、まいみーさんで今回まいみーさんで、はい、あの前回ね、あのミッションクリアならずってことをね、いや本当もうちょっと頑張ってくれれば言ったのにさ、本当ね、あいつね、まいみーでしょ、あいつでしょ、聞いてるその代わりに今回まいみーが頑張ってクリアに貢献しようかなと思って来ましたよ。はい、よろしくお願いします。今日のミッション聞きたい？聞きたい。今日のミッションは、パチンコで一撃3900玉出せ。え、待って、それ丸の数間違えてない？私も思った、いいの？私も思った、何度も読み直して1、10、100、1000ってやったけど1000で止まるんだよね。1000で止まってた。1000で止まるんだよね。そう、なんで前回不甲斐なさすぎて。そうだと思う。あ、でもあ、いけんじゃん。じゃあいけんじゃん。で、しかも、1人1ポイント取れるらしいの。私が3900玉出したら1ポイント、みー、まいみーさんがまいみーさんが3900やったら1ポイントだから、今日で2ポイント取れるはず。よ、めっちゃスペシャル回じゃん。いや本当に、あ、まあ、よく言えばスペシャル回なんですけど、まあ、悪く言えば舐められてるよね。やりましょう。やれますか今日は。 あいつの代わりにやっちゃいましょう。今日は大丈夫。大丈夫大丈夫、頼むよ本当に。今日は、いやいや確かに初めて何言ってんすか。でもいけるいける、ややこしいな。やるやる、頑張る頑張る。あ、じゃあ、早速実践の方いきたいと思います。はい、それではいきますか。はい、いきましょう。はい、1枚目、1人目、大当たり確率が 319.7 分の1、へそから直で SP に入るのが 59%、 残りは100回の時短です。はい、でトータル引き戻しも込みで突入率が 70%、 はい、継続率が約 81% のロング SP。 はい、まずそんなに回数打てとないけど、体感、時短でやれるね、経験値はある。引き戻せるよね。引き戻せるなとは思った。普通に70%で81%継続はちょっとね、美味しすぎる。美味しいよ。でもあれだよ、うちらエヴァンゲリオンのパイロットにはもうなれないんだよ、14歳じゃないから。いいな、いいな。美里さんのが年下い人だって。切ない、そんなこと言うなよ。え、リツコは何歳？リツコより上じゃない？うちら。え、リツコさんより、あ、でも上かもね。なんだったら冬月、あ、待って、ロングウィンスのやり来たよ。あ、嘘。私はモノクロ。あ、ロゴ赤です。あ、金出てます。うん、3？ あ、3。ペット3。あ、びっくりした。あ、来たー、レイちゃん、来た。あるある、外したくないよね。外したくないね。あれ、あいつのレイ背景は、レイ背景来てるだけでもうほぼほぼ、はい、シェイク。赤テロップ、まあ、ここはいい、ここはスルーでいい。ここで当たらないで、後ろ。あー、当たっちゃうかー。いや、でもまだ分からん。めっちゃ早い。当初は2本。はい、あ、全然あるな、取れない。あ、新宿が笑わない、やめて、カジさんどっか行って。あ、帰ってきた。帰った、好きだけど。試練が与えられましたと。あ、35回転です。
なんならね、前回多分そんなに何もしなかったと思うんで、その分今日ちょっとやってもらって、前回の記憶がちょっと私もバリバリ覚えてるから。前回何打ちました？海、海最後海だったね楽しそうに海打ってらっしゃったよ。でしょ、うん、残り50切った？はい、あと40。ここ通せればマジででかいんだけどね。いや、そうなんだよ。もうだって開始1時間でクリア見えるよ。見えるよあと30。お、恐竜が違う。あ、やばい、来た。あ、来た。マジで。あ、本当だ。カスタム入れてる。激アツじゃん。モノクロになってる。これは来るでしょう。ガッシャンコですよ、もう。はい、よいしょっと。あ、ここでモノクロになるの初めて見たわ。ピカーン。ごめんね、当たっちゃった。いやいや、いいよいいよ。むしろ謝んないで。それはもうさすがに大丈夫。あ、デパーズ柄だ。あ、いいね。あ、見えちゃう再びの。あらららら、あら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 、当たっちゃったな。いや、素晴らしいよ。早く任せて。ありがとうございます。任せております。テロップは白だね。カタインはキーン。うーん、いいね。パリーン。よっしゃ、おめでとう。いいえ、やったね。引き戻し10ラウンドです。お上手です。ありがとうございます。やったぜ。時短100回の偉大さよな。ほんとに、ほんとすごいすごい。引き戻せるもんな。よーし、早いんだよね。そうなんだよね。怖いんだよね、これ。あっという間なのよ。当たる時も早いけど、当たんない時も早いのよね。そうポーションがない。うわー、なんもない逆に死と襲来。ボタンかレバーが良かったけども。どうしよう、箱こっちの世界はめっちゃ平和です。あ、ほんと？シト来ない？シトね、うん、来なくなっちゃった。いいじゃん、ネルフのみんな休暇取れるよ。休暇あ、トリュー変化いいね。アスカ選んでるからもう一発で、そう。あ、いいね。あ、クリアクリアだめっちゃいい振動伝わってきてるよね。赤文字、これはもうこれでしょ。え、だいぶ間違ってない？39,000かなくていいの？あ、ね、ほんと、私もでも何回も確認したから3900でいいの？うん、いいらしいよ。あ、風も来てる。普通家やってる。こっから風が、それそのまま伸びちゃうパターンじゃね。ありがとうございます。おめでとう。壁越えたわ。私は一つ大人になりました。はい、ボタンだけど、あ、レインボーなんだけど。しかもレバー、嘘つきボタン準備してレバー出した矛盾、矛盾、矛盾やったおめおめ。大丈夫、台本クラッシャーしてない。大丈夫。え、台本クラッシャー、企画クラッシャーしてない。大丈夫、大丈夫。あとはミーヤン次第だよ。いやー、頑張るわ。まずは当てる。まずは通常で、やっ
119分の1は天体移動始まらないからな。うん、先読みなんて簡単なすごい優しい回じゃない、ラッキー回。はい、まあ、前回クリアできておりませんでしたので助かります。本当もうちょっと頑張ってほしかった。いや私すごく頑張ったと思うあのよろしければあの証拠動画残ってますんで皆さんぜひとも前回もうちょっとだったらなんであそこでもう、いや本当この方横でエイサーエイサーってやってただけですからね。いやそんな記憶ないけど。あーマリンちゃん、さあ、あと50回いきまーす、はい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 、頑張りまーすいや、先読みなかったな。なんでも当たるかもよ。本当？熱いってだけだから、ほら。あ、まあ、そう。先読みが来たら一人いなくなった。あ、殲滅？え、1000円いくの？あ、ちょっと、間違えたどうも、野口さんはちょっと後で。野口さんで行くのかな。びっくりしちゃった、攻めるなと思ってこれで余裕だなやばい、あと30しかないよ。大丈夫レイちゃん。あ、ミッションだけちゃんとクリアして終わる。まあでもミッションクリアが第一優先だからね。まあそうだね、そうそう、大事。あと20、4、3、2、1。早いな。ラスト。いや、ほんとぴったりぴったり読んで4965ポイント獲得です。おめありがとうございます。ミッションクリア、おめおめありがとうございます。もう引っこ抜いたらよかと思った引っ張り出すの、引っ張り出す、逆にね。そちらが来ないんだったらこちらから力技でマックスいく？お、はい、結果マックス8点、緑保留あるね、あるね。これでもあるからすごいよね。うん、結構さ、もうあ緑かとか、あもうあこれか、じゃあこれ外れるなってなってたら結構裏切られることあるからさ、うんうん、気が抜けないんだよね。そうそう、ここ大事。エンディフィールド。うん、あーかわいそう吹っ飛ばされちゃった。女の子になんてことするんだろう。本当だよね、びっくりしちゃう、信じらんないちょっと強いのをくれ、強いよ。ここ何が欲しいんだい。やっぱりさ、言ってごらん、言ってごらん、何が欲しいんだい。いろいろ欲しいな。何が欲しいんだい。最終合計はまず最低限欲しいんだけど、はいはい、あの保留でロンギヌスの矢刺さって赤色になってほしい。 あれみたい。 ST 中しか見たことないかも。いかんせんうちら2日目だからね。そうなん、2回目だから。そう、2回目。リツコさんの年齢が知りたい。公式出てる？あ、出てるよね。出る出る、多分。ミサト29歳です。わお。リツコは30歳。あら。あらあら。まあ、ブンダーの頃になるともう40とかだけどね。カジさん30歳。あ、カジさんより上だ。え、カジさんのは受けてるよ。カジさん、リツコさんが同い年なんだ。同い年だ。時代が流れるのは、ね、早いね。本当だよね。なんか自分がなる前に思ってた30とさ、なってから分かる30と全然違うよね、うん、イメージが。全然違う。私はその当時さ、まあこれ、うん、まあ、エヴァンゲリオンをリアルで見てて、あーそっか。で、その時にその時の私が純粋に好きになったキャラがいるとして、まあ、言うんだけど、うん、ただ今この年齢でで改めて1話から見たときに多分好きなキャラって変わってる気がしない。なんか確かに。ちなみに誰が好きだったの。私はアスカがもうアスカ一択だった。ああ、そういうこと、うん、逆に多分今さ、美里さんが好きだわって一番出ちゃうかもしれない。真ん
なビール飲まないけど私はそう考えたら美里さん若いのにしっかりしてはる、しっかりしてはる。うーん、何回転で私当たるか予想タイムしようかな。563。結構深いな2倍以上なんですけど今のそんな予言が今舞い降りた。うん、なんか見た見た見た見えた、見えました。よチーム的な。はい、マジか。自分ではどれぐらい予定？いや、396。ああ、まあまあ、ちょい超えみたいな。うん、そのミッション云々に関しては、うん、今回すごい優しいから焦らずに済んではいるんだけど。いや、まあできないわけなくない？やっぱり、うん、怖いのがさ、いや、本当にあのこれはやっていただかないとちょっと待って、あのさ、ね、先にさ、これはさすがに先に自分がクリアできたからって、いやもうこれはやってもらわないとカメラマンさんとディレクターさんが、え、これできないのみたいな。え、じゃあ次39玉にしますみたいなこと言われたらどうする逆にありがとうで、全然全然いけるいける。まあまあ見てなさいよ、当たればなんとかできるから、その数字だと。うん、普通の子静かだな、すごい器用。玄道さんのシナリオが良くないんだよ。いつも通りとか言ってたからね。予定通りか。予定通り。いつも通り。いつも通りはディス。ディスられてんじゃん。当てないやつはご飯なんて食えるんだよ。そんなこと言わないで。ご飯食べたら当てるから。あ、出た。どんどん言い訳が増えてきた。レバブロ入れてるの？入れてないよ。え？こう一回当たるまでは普通でやるって言っちゃった手前。あ、まあ確かに。いやでも流れ変えよう。あ、変えようかな。人レバっちゃおう、レバっちゃおう。レバブル来れば嬉しいし、来なくても当たるよってなればもっと嬉しいし、どっちも嬉しい。お、緑だ。そう。あ、赤まで行かんかったな。おっと、お、赤に行った。先読み、先読み、ここかな。シンクロ緑か。お、こっちこっち、どこまで行く？何回続くこれ。閉店まで続きます。え、それは困るずっとこれ見とかないと。閉店まで、閉店。お、あ、なんか、え、70%。 高いね。私昨日 60% で起動したよ。マジで、うん、あ、赤い赤い。いけるいけるいける。いけるかも。いけるよ、いけるよ。うん、まあ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 、まだね。切れない。え、ここからね、ここから。カズさん、カズさん、はい、おー、リツコよりは。まあ、一番カズさんなんだよね。そう。あ、エンジンフェルド全開来た。お願いお願い。おー、ナイス。え、これであのご飯食べる権利いただいてある、あります。差し上げましょう。いやー、やったー、ナイス。あざす。28本か。よし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 、いけた。こういうので当たるからまたさ。そうね、こっから、ここここ欲しい、欲しいな、ここ欲しいね。ちょっと待って、もうないな。あ、新宿もないか。もうない。いやー、りっちゃん、りっちゃん止まっちゃう。さあ、運命の選択です。これは消化しますか。あ、これ
時短を、あ、ね、そうだ、流れを変えるかこのまま行くかもう全然任せるよ。いや残しとこうかな。いいの、これだいぶ重い選択肢だよね。そうよくあるけどね。いや残していい。あ、いいよいいよいいよ。はい、お昼を食べてきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ラーメンね、ラーメンとチャーハンと柚月は餃子も、はい、たっぷり食べてね。頑張り食べましたよと。で、私がトースト28本で、うん、今当たったけどこれから時短、はい、今後この時短でミッションいけるかどうか大事、うん、心から応援して。うん、頑張れー。マイ、ミー頑張るというわけでやりましょうか。行きましょう。はい、行きましょう。さあ、リーチもかかんないのは本当やめてん。いや、それはしんどいね。これ高にもならないよ。ダイジェストで3回転、残り3回ぐらいまで飛ばされて、あ、終わっちゃった終了終了。ただのリーチにて、はい、頑張れ頑張れバンゲリオン。え、応援してる？応援してる。それめちゃくちゃ応援してる。最上級。それが？これが。あ、じゃあ私の方がまだ最上級高かったかもしれない。頑張れーが。スイッ。あ、行った。お、行ってる。それこっちにちょうだい、こっちに。ダメ。ダメなん。まだ私、追加投資のとこよ、ここ。ああ、中断か。あ、軍、軍出た。当てよ、当てとこ。そうだよね、うん。銀だけど。あ、当たった。いや、当たるでしょ。一玉でいいよ、一玉でいいよ。あ、ありがとう。いいよ、一玉で、ありがとう。足りる？足りる足りる、一発打てれば。あ、待って、私これ来てほしい。やったー、お願いお願い、こっちも来て。やるの。ありがとう。いや、でも、カジさんだ。好きだけど、好きなんだけど、今じゃないうちに。いい男だけど。そうなの。まあいいでしょう。引き戻し対決ということで。いや、私あと残り10回はい、469回。いやー、おめえでしたと。開いた。いや、お願い、こっちにも。いや、さっきのチャンスだったけどな。お願いお願い。3、2、1、0。だけどまだ可能性はある。ある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 。なんかごめんね、見せ場奪って。いや、うん、大丈夫だよ。だ大丈夫だよ。ごめんね、なんか見せ場奪っちゃってさ、うん、本当に。私のチャンスタイム後半なんかだいぶ薄れたかも。マイミーさんの、マイミー見せ場を奪っちゃってさ、ごめんね。いや、うん、それでもし引き戻したらもっと謝って。ありがとう。いい、残り3。早い早いよ。はあ、何もない。ラスト。ないか、残念残念。引き戻しならず。
私初当たる、これが当てた。確かに私外した。あ、でも赤くない？あ、赤に変わった。赤いね。うん、あれもあれあれ体感あ体感低いよ。やってたけど やばいやばい。あれどうした？いや、いや大丈夫だよ。なんか絡んでるし、なんか体感めちゃくちゃ低いんでしたよね。確かこの保留はね。あ、赤、青フラッシュですけど大丈夫ですか？あれいや、こっから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 。おー、行ってる行ってる。うん、行ってる行ってる。いや大丈夫大丈夫。そんな埋まることあるんだね。ね。はい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 、警報警報。はいはい、シトです。あー、サークイエルだ。これ私が言えないやつ。サークイエルです。サハクイエル。サハクイエル。いやこれ全然あるあるある。いけるね。うん、あいけるんじゃないですか？いや、いけるでしょう。いや、いけて。あの、これについては謝りますから。撤回しますんで。撤回しますんで。うん、いけ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 。いいね。あ、おー、レバーだ。レバーだ。押します。いやいや、そんなバカな。ねえ、いやいやいや。復活でしょ。そうだよ。復活してよ。復活でしょよ。さあ、追加投資入ります。はい、ください。実戦値ゼロのままですね。はい、ゼロですね。撤回しません。謝りません。みーやんさん、何回で当たるの次？うん、まいみーさんな。あ、ごめん。みーやんさん、次のゲストだった。こらこら、次とか言わない。そうだった。ネタバレ NG でお願いします。いけないいけない。マイミーさんが、マイミーさんはね、次は、うん、でも300以内で当たると思います。287。あー、なるほどね。ほら、これがつまみ。いいよいいよ。よかろうもん。よかろうもん。あーかー、あ、でかい。ズガラがでかい。本当だ。当たるのかい？当たるよ。当たるの？うん。これで？うん。当たるよ。見てなさい。あ、めっちゃ埋まってる。警報ですね。いい。予定通り。あー。あー、一回この子挟んじゃん。やっぱり出てこない。あ、え、嘘。ノーゲーム数のこっちが来た。あー、レイちゃんで普通あるよ、ある。誰がくれる。おー、まあ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 、いける。いけるよ。いや、いけんじゃん。いけんじゃん。いける。ケンゾーさんのマスクのはいける。あ、ドキドキする。いや、来た。いけるいける。しかも最初5だ。うん。いける。行ってしまった。いった。ナイス。あ、でも 6? え、6? え、6? 6なの。あ、そう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 。でもまあ、風吹いて。いけたよ、いけたよ。ナイス。早かった、本当に。トータル35本になりましたが、あの、予言したよりちょっと早かったけどね、お詫び来たね。ごめんなさい、あれじゃないけど、ごめんなさい、あたりが。決めちゃうよ。3回当てればいいんだよね。そう、3回。そっから行ってきます。ここだな。あ、来たよ、ここ。
熱い。こういう時に、まあ、レイちゃんとか選んどけばわーってなるんだろうな。サービスサービス、ナイス、いいよ。いや、いい感じ。あと2回か、ね、もうこれが気持ちいい、生がいっぱい、ね、あと2回、あと2回やだ、残り50になっちゃう。どうすればいい、どうすればいい、本当どうすればいい、どうしよう、当てて、どう分かった。もうどうする、息の仕方が分かんない。息の仕方が分かんない。どうしよう、マジで、やばい、頭真っ白になってきちゃった。やばいやだ、あと14回とか勘弁して。いや、もうしょうがないよね、やるしかないもんね。はい、せーの、この1個目でピローン、ピロロロロン、見ないで。そ
そうだよね。まあ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 、はい、結果、まあ、結果そうそうね、うん、趣旨から言う、趣旨言う、早速と、はい、私は22本使いまして、はい、まあ、回収ゼロと、はい、いうことで、私は、まあ、当たったんですけどね、はい、どうぞ。あ、いい、はい、どうぞ。いいです。私はあの投資35本の回収ゼロと、はい。まあ、そうですね、なんだろうねっていうね、うん、ちょっとマイナスどうしたんですけど、まあ、大事なのはミッションですから。そう、今回は一撃で3900玉出すっていうのがミッションで、私は開始1時間でクリアしました。ありがとうございます。本当よね。もうそう、準備時間含めたら1時間かかってない。そうね、そう、なんならあと私に付き合った感じだったかな。最後なんかね、1時間以降は。そうだね、そうだね、うん、私ね、はい、惜しかったんだけど、すいません、いけませんでした。しかもなんかさ、当たってさ、うん、ST 入ってさ、うん、1回当たってさ、で、ザンホリューで当たってさ、そうそうそう、あと1回とか思いきやさ、リセットされてさ。なんだけど、うん、あれ実際トータルしたとて行ってない。そう、あと1回した、どっちにしろあと1回は必要だったのよ。すいませんでした。あと1回当ててくれたら5ネタのにさ、5ネようがないんだもの、ね、しょうがないわよこれは。これはしょうがないわ。ただ1ポイントは取ってくれたので、やっと2回目にしてやっと1ポイント取れた。あ、そうか、2回目。そう。だがしかし、だがしかし、まあ3ポイント取ればグッズだから、うん、そっかそっかそっか、そんな ね、100ポイントとかそういうも難しいものじゃないから。あと2ポイント。そうよ、もう3分の1終わったんだから。ちょっともう本当私申し訳ないんで、うん、次来る方が誰かね、分かんないけど、うん、まあ、誰か分かんないけどね、誰かけど、誰か分かんないけどね、めっちゃ開いてるけど、誰か分かんないけど、だけどその方に申し訳ないんで、うん、あの次もこんな感じのちょっとチャンス回にしていただけたらと思うんですけども、ぜひともあの番組の方々、どうか次の方のためにもよろしくお願いします。本当私から頼んでおきますんで、本当。今日私が不甲斐なかった、本当に。そうだね、うん、そういうことにしようか。はい、まあまあ、しょうがない、しょうがない、いいのいいの、気にしないで。うんうん、いいのいいの、本当、うん、まあ、次、あ、まあ、そうか、次の人頑張ってもらえれば。きっとやってくれると思うよ。そうそうだよね、うん、私からも言っとく。やれよって、ちゃんとやれよって言ったら。え、ご存知なんですか、次の人。わかんないけど、多分身内でしょ。絶対身内だから、言っとくから。わかりました。はい、うん、入って。ということで、今回1ポイントゲットでございます。はい、あと2ポイントでオリジナルグッズプレゼントになりますので、はい、頑張ります。さあ、というわけで今回あの番組からプレゼントがございます。今回は私の T シャツを3名様にプレゼントということで、はい、うん、詳しいことは概要欄の方に書いてあるので、そちらからぜひ皆様応募の方よろしくお願いいたします。もう言えた、ちゃんと言えた、言えた、言えた。ということで、はい、チャンネル登録高評価いただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いします。お願いします。また次回も見てね。バイバイ。